はい、というのがジャナーです。さあ今回は納金デッキ使います。はい、ですね、まあ、何がどう納金かっていうと、今回のプレイ版のね、こちらスーパーベジットいるじゃん。でね、これの使い道いろいろ考えてたんだけど、ちょっとね、これ一番強いんじゃないかなっていう使い道で行ってみたいと思います。はい、完全無欠の合体戦士、バトル開始自分の受けるダメージ 70% 減、技術無効、さらに作戦決定前にパワーガード3倍、自分チームの戦闘プラス5000という効果です。ということで、今回ね、ダブルプレ版ベジットで行ってみようかなと思うんですけど、はい、4倍の3倍の、ね、で、これにまあ貫通のベニカ面決めるのが強いんですけども、まあ相手のデッキ見て1ラウンド目でこれを下げるとね、まあ、4倍の3倍をコピーできるというね。で、あとは安定の編成となっております。さあ、安定の邪念馬がいるんでエナジーはたまらないですが、まあ、多分このデッキはエナジーがたまらなくても強いと思う。さあ、行くぜ。あとはお願いバーダックっていう感じで、はい、なるほどなるほど、プレバントランスかな多分。はい、いいっすね、フィンが強い、よっしゃーが強い。そして、はい、こういう感じでね、まあ12倍なんで、そうですね、レジットの元のパワーを換算すると、16万ぐらいかパワー合ってるよね、10倍で5万だから、あ、ごめん、ま、間違えました、6万です、6万パワー6万、やばすぎ。まあコピーするもよし、突っ込むもよしっていう感じでね。そうだな、まあ、今回は突っ込んでいいんじゃないですかね。怖いですよ。なるほどなるほど、いやー、バダカ出したいよ。で、まあ先行は全然取れるしな。どうしようかな、これロットでしょ。いや、1で削りたいんで、まあこんな感じじゃないかな。で、貫通つけてレジェンドやって、そうですね、まあ、全然これでいいと思います。で、相手もユニット使えないし、まあ7000クイックにはなっちゃうかもしれないけど、それかまあワンキルするかだね、これ。あ、ミスった、あー、やらかした、よっしゃー、やってもうた。3000円抜けばよかった。はい、で、相手ダブルチェンジですね。いや、ちょっとミスったね、アバター。うん、3000エリアだったらさらにパワー6000漏れてたんで、ちょっとね、今のプレミです、まあいう感じなんですけど、まあそうだね、言うてまあ4倍乗ってるし、倍率も乗ってますね、 1.7 倍ので、パワー1万アップの3000アップの 1.7 倍の、どうすかね、これ多分ね、倍率で言うとパワー、6倍から、まあ、6.5 倍ぐらいになってると思います。で、ここの火力が見たい、まあ、ワンキルはきつやばい、それはそれはやばい、それはやばい、何その削り奮起じゃないよ、このデッキ。あ、惜しい、奮起じゃないのに、この火力、この火力、この火力、はぁ、あ、何これ、何これ、いや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 、レジットさん、ちょっとやりすぎ。あ、なるほどなるほど、レジットが 1.7 倍か、 OK、 相手うまいね。バーダックに貫通乗ってないと思うんで、ちょっとワンキル、あー、うまい、自分ワンキルはちょっときついかな。さっきこれかませてたらね、さっきのダメージ3割増しで、まあ2万5000円とか2万7000円ぐらい入ってたんで、最後のポットリモコンで勝ったかなっていうのがあるんですけど、これなんないし、多分貫通じゃないね、これは固定が乗ってるだけなんで。いやいや、うまいね、充電できたぞ、9位がいい、9位、いや、9位じゃダメか、相手キラベジだからダメだ。いやー、まっすぎ火力マジで超気持ちいい。あー、はい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 、いや、でもね、これ取らせたくないから9位でいきましょう。ちょっと2ラウンドで7000クイックにしたら持っていけなかったらね、ちょっと話にならないんで、はい、ここは9位でズドン。うわー、気持ちいい、火力最高、これができるから面白いんだよな、こういうデッキ。ただまあまあまあ、あれっすね、正直ね、ヒーローで決まっちゃうこともザラなんで、なかなかね、なかなかランキングの周回には向かないかなっていうのは
やりますが、うん、まあね、一撃決めに行くにはね、かなり最適なデッキなんで、まあ、ワンキルしたい方にはぜひって感じで、まあ、ワンキル失敗しても2ラウンド目でね、制限決めるようにもなってるんで、止めなかった場合は、まあ、7000クイックと。で、もしくはオゾットがいるのであれば、まあ、そうだね、乱戦仕込むか。はい、で、これ何気にでかい。バーダック守ったのでかい。はい、で、リモコン打てないじゃん。で、秩序取れて、はい、1.5 倍にしてラウンド2。はい、7000で。はい、で、相手も7000かな。はい、来た。いやー、惜しいね、1ラウンド目。いけてたなー、そこのヒーロー決めれば。ロロ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 プロツナー気持ちいい。いや、これはスタープラチナだわ。はい、皆さん、あのクイックが取りたい方はね、オラオラ先行きましょう。オラオラすれば取れますという感じで、ね、あとこれちょっと都市伝説だと思ってもらっていいんだけど、クイック取るときにね、アタッカーを3000エリアに出すと取りやすいです。はい、全然嘘だと思ってもらっていいんだけど、1000エリアでやっててもなんかね、取れないことが多かったんですよ。で、3000エリアになんかこうやってバーって出したらなんかね、結構取れることが、多くてね、うん、まあね、嘘だと思って全然 OK です。で、完全無傷の合体戦士、これ永続で戦闘力上がるから、いいっすね。2ラウンド目でプラス1万で、パワーガード9倍か。え、やばくない？そしたらシック36倍ってこと？あ、じゃないよ、 36×最後に 1.7 乗っかってるから、え、やばいやばいやばい、パワー倍率いくい。ちょっとここさ、5日目スルーしよっか。パワーの倍率やばいっすね。はい、もう勝ち確定なんで、はい、これやらない。で、サイヤバーストだけやろうかな。さあ、どれぐらいの火力が出るのか。まあ、さっきの時点でも相当やばかった。なるほど、カウンターラッシュ誰誰、マジで誰。まあ多分なんだけど、エリートが貫通じゃないんで、まあゴッドで防がれて、ヒーローがやばいね。ヒーローがやばい、これもいるし、まあレジェンドがいて、女の子がいて、はい、ヒーローのとこやばいっす。軽くご注目で。で、あと多分これでね、あ、トランクスか、こっちだ。これで、まあ、パワー乗っかってるし、どのぐらい出るんだろうな、これ。何これ。なんかやけに強いね。え？いやいやいや、強くない？8360ダメージ。3倍ダメージ。まあ、どうでもいいけど。で、これが多分、あ、そうだよね。やっぱり貫通じゃないんで。まあでもしたいな、自分の予想なんだけどさ、殴りでこれ飛ぶんじゃない、ライフ。この最初の触りがやばいと思うんだよね、これ。ほら、うわ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 、出た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 、完璧だ、神動画。はい、高評価お願いします。最速決まったんで、最後高評価お願いします。これは高評価じゃない？どんぐらい出るんだこれ。待ってね、レジットの必殺技が、アルティメットビッグバーアタックです。めっちゃ強いやつ、めっちゃ強いやつ。じゃあおそらく係数10は確定。はい、でも多分この時点で貫通してそうな勢いですけども、はい、まあ多分3人貫通だよね、これ。さっきバーアタック 1.7 乗っかってないんで、まあおそらくは全員が 1.7 倍の貫通かなと。9番アタック、火はこうやって使うんだって感じでね。はい、カンストで KO。 いやー、じゃあダメージはこうやって与えるんだよ。
いい例を見せてくれたメシットさん。いやまさかのねアルティメットビッグワンとは。はい、いいっすねメシット、いいっすね。いやこれちょっとテイクワンなんだけどさ、いやちょっとこれしびれたな。3倍永続だしね、普通に強くない？でさっきも言ったけどさ、これ下げればね1ラウンド目でまあレジェンドにパワー乗っけられるんですよ。ベジットのパワーそのままそっくりこれ乗っけられるんで、って考えると1ラウンド目から資産12倍パワーをね、まあ6万って言ったけどさっきした6万そのまま乗っけられるっていうで1ラウンドで出すと、まあそれはそれでね、あのこれでめちゃめちゃ火力でいいし、なんならまあこうやってもいいしね、うん、まあそこはまあお任せで、っていう感じかな。うん、まあでも邪念馬が多いんでね、ちょっと女の子の戦闘力制限組めてもね、まあ2ラウンド以降になることが多いんですけど、とりあえずまあそうだね、2ラウンド目で制限が組めればでオゾットもいなければだいぶいい感じかなって思いました。いう感じなんでね、じゃあ皆さんはこのプレ版のねベジット、まあ、結構使い道悩んでると思うんですけども、このデッキぜひ使ってみてください。まあ女の子専用にはなっちゃうんだけどね。うん、そうだね、まあ、女の子もし持ってないよっていう場合であれば、まあ、バーダックと、アバターの枠、まあ、変わってくるとは思うんですけど、まあでも結局は似たり寄ったりだね、まあ、1、2キルデッキっていうのかなになりがちかなと思います。うん、あとは誘導ロベルとかもねいろいろ考えてたんだけど、なんかこれが一番強いなって思いました。はい、ということで今回の動画もしよろしければチャンネル登録そして高評価ねぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。お疲れ。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。